はいはい、熊さんどうしたの。そうだね、熊さん久しぶり。なんと今日は2023年、まあね、動画的にはいろいろ更新してるんですけど、2023年1回目のお散歩です。いやー、寒波寒波寒いよすごい寒い。もうね、ちょっと青空映すね。もうすごいんだから、今日寒いんだから。また小山市お散歩させてもらってるんですけど、なんと僕らのね、 YouTube、 SNS を見てくれてる方々からよく最後にお散歩しましょうとか、おすすめのお店どこですかっていうことを聞いていたら、なんとここに行ってみてっていうことを言われました。なので今日はご紹介いただいた方と一緒に散歩に行きたいと思います。場所はこちらね、ババン、タブコーヒーさんです。それじゃあですね、このお店を紹介してくれた市民サポーターの方をご紹介しましょう。どうぞ。こんにちは、こんにちは、市民サポーターのリーリーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんと今回はリーリーさんの方からこのお店に行ってみていいよってことなので、ご紹介をいただきました。くまさん知ってる？そうだね。そしてなんとくまさん見てよ、リリさんのカバン、小山くまさんついております。応援していただきありがとうございます。それじゃあね、まあ本当に今日なんせ寒いですよね、リリさん。なので早速店内に行ってみたいと思います。それじゃあレッツゴー、じゃあ行きましょう。もうリーさん、もう小山くまをずっと知っていただいてたんですか？あ、でもつい最近ですよね、本当何ヶ月かぐらいは。なるほど。グッズとかそういうの見て、はいはい、あ、可愛いなと思って、はい、そうなんです。ちょっと一目惚れしたというか。ありがとうございます、くまさん一目惚れですって。はい、どう、お話してる間に着きました。今回ご紹介するお店がこちらです。はい、サブコーヒーさんです。リーさん、ここどういうお店なんですか？私1回しか行ったことないんですけど、すごく、ま、雰囲気も良くって、ま、ちょっと大人っぽいカフェみたいな感じで。なるほど、はい、大人っぽいカフェだって、クマさんそんな、そんな、なるほどね、大人ぶってではね、早速お店の中に入ってみたいと思います。じゃあ行きましょう、レッツゴー。じゃあ早速、クマさんコーヒー飲めたっけ？クマさんはあれだね、ちょっとまだ5歳なんで、一緒に撮影していただいている市民サポーターの、リーリーさんと、あと私の方でぜひ飲ませていただければと思います。ちなみになんですけど、おすすめというか、まず結構いろんな種類のコーヒーがあると思うんですけど、おすすめはハンドドリップが一番ですね。ハンドドリップとは、ハンドドリップはいっぱいあるところを全部お入れする形のコーヒーになります。なるほど。おすすめのハンドドリップ。ハンドドリップ、はい、はい、ありがとうございます。くまさん、いっぱいいっぱい豆を挽いて作っていただける、とても丁寧なコーヒーらしいです。知って、豆を挽くところからだって、くまさん。くまさんね、ちょっとコーヒーがね、まだ5歳だからね。ね、ね、どうしようかね、くまさんは。おお。どうしたの？ちょっと待って。めちゃくちゃうまそうな焼き菓子がありますやない、クマさん。これならクマさん食べれるね。ちょっと待って、ちなみにちょっと、結構種類もありますね。はい、こちらがチョコレートのマーブルと、こちらがドライフルーツ、抹茶、バターと、こちらがナッツのガナッシュと、こっち後ろがイチジクのケーキ。なるほど、めっちゃうまそうだね。ちなみにクマさん何食べたい？全部は無理だよ全部。今年初めての散歩で、そうなんですよね、私の財布が無限だと思ってるんですけど、何か1個だけにしようか。ああ、なるほど、そちら
ちらでチョコでしたっけ。はい、チョコとバニラの、なるほど、チョコとバニラ、チョコとバニラのマーブル。リサもせっかくだから、あ、じゃあ、こちらなんでしたっけ。こちらは抹茶ですね。あ、じゃあ抹茶でお願いします。抹茶で、はい、コーヒー、エチオピアとコロンビアでどちらかで入れようと思ってるんですけど、イチジクとかに合うのでエチオピアになりまして、コロンビアに合うのは抹茶みたいな。あ、じゃあそちらでお願いします。先ほど注文したコーヒーとケーキが届きました。で、こちらのお店テイクアウトもやっていまして、で、熊さんの分はテイクアウト、家で食べようね。で、リリさんの分はこちらお店でいただくことになりますので、じゃあ早速実食してみましょう。いただきます。カウンター座らないのでなんかいいですね。あ、美味しい。すごい抹茶がぶわってきますね、香りが。美味しい。熊さん美味しい。美味しいよ。すごい。最後仕上げに、先ほどお店の人に聞いたんですけども、蜂蜜をかけていただいているそうです。焼き菓子に応じてなんかソースを変えているとのことでしたね。確かに、最後に甘いのが、甘い蜂蜜の香りがこうふわっときますね。いいですね。美味しい。いや、贅沢ですね。じゃあコーヒーもいただきます。味がすごいですね。なるほど、うん、いつものコーヒーだったらすぐもう味がポンって終わっちゃうんですけど、口の中に結構残っててもうすごく美味しいです。なるほど。今日のコーヒーが、もうすいません、コロンビアの、はい、コロンビアの深入りコーヒー、はい、結構すっきりしてて飲みやすいですね。サンコーヒーはエチオピアとコロンビアとブラジルで、この3種類でご用意してます。おー、なるほど。エチオピア、コロンビア、ブラジル。コマさん、今の3カ国で何か思うところある？サッカー以外ね。完全にワールドカップだったでしょ、今。3カ国で決めているのは何か理由があるんですか？子供焙煎機で焙煎できるお豆っていうのは今3種類で決められてるんです。へー、はい、その焙煎機に設定というか。そうですね。なるほど。焙煎機でしか焼けないと思うんです。ほう、すごいですね。その時その時のその3カ国でいいコーヒー豆を仕入れて、そうですね、お出ししていただいてるんですね。焼き菓子もこちらで作られてるんですか？焼き菓子は近くの、はい、菓子店で。なるほど。コーヒーと合う焼き菓子をご用意していただいてるんですね。落ち着いた雰囲気でいいですよね。小山には珍しいタイプの雰囲気というか、はい、暗めでなんか落ち着いた大人っぽいカフェですね。なんかいいですよね。本当にもう店内の観葉植物の凄さと、あの壁面の植物もすごい綺麗だなと思って。すごいよね、熊さん、ね、すごい大人の雰囲気漂うカフェだよね。熊さん、そのほら片手置いても大人っぽく見えないから大丈夫。熊さんもうずっと5歳だから、ずっと5歳だから大丈夫。かわいい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 。あと先ほどちょっと見たんです、オリジナルグッズの販売もされてるんですね。いくつかご用意してますね。なるほど。おすすめ何かありますか？パーカーおすすめですか？冬なんで。あ、なるほど。オリジナルパーカー、これちょっとすみません、フード触っていいですか？あ、フードのところにお店のロゴと、あら、かわいらしい、かわいらしいですね。くまさん、ありがとうございます。ね、ロゴがおしゃれだからね、本当に使い勝手いいよね。
え、ここお豆だけでの持ち帰りっていうのもやってるんですか？なるほど。もうグラムで。はい。で、それ引く前生豆だったり引くのも全部ご注文。はい。焼き具合をお客様のご希望でやってますので、はい、何のお豆でどういう焼き方がいいかっていうのを選んでいただきます。で、はい、100グラム単位でのお豆。すごいですね、焼き加減まで。アリーさん、家でコーヒーを飲むんですか？結構飲みますね、はい、で旦那さんも好きなので、はい、もうしょっちゅうコーヒーマシンが朝になるとブワーって回ってる感じです。なるほど、じゃあ本当いいですね。でここで飲みに来て美味しいコーヒーを豆買って帰るなんかできるのもいいですよね。そうですね、結構豆から引く時もあるので今度買ってみたいかなって思います。あ、いいですね。クマさんはコーヒー飲まないもんね焼き菓子専門なのかな。でも今度ねぜひねコーヒーもね飲んでみたいと思いますね。小山熊なんですけれども、正式名称が開運小山熊と申しまして、開運の力をですね皆様人やお店に振りまくことができまして、ぜひね開運パワーを受け取っていただければと思いますので、じゃあご紹介いただければと思います。じゃあ熊さん行くよ。開運パワーありがとうございます、くまさん。じゃあこれでね、またお山いろんなところ散歩しましょうねいやー美味しかったですね。どうでした、リーさん。いや、やっぱりおしゃれで、意外とランチ以外にもいろんな料理食べれるんだって知って、今度はランチも食べに来ようかなって思いました。そうですよね。なんでカレーポキ丼ね、僕食べたことあるんですけど超絶品です。超絶品です。視聴者の皆さんも超絶品なので、よかったら食べに来てください。はい、クマさんどうでした？久しぶりの散歩。なるほど、よかったね。それじゃあね、まあ本当に新年一発目、まあね投稿はいろいろやってるけど、本当2023年一発目の散歩だったけどね、いや楽しかったね。じゃあ今年もこんな感じで散歩頑張るぞ。おー、この動画が面白いと思ったらチャンネル登録高評価よろしくね。それじゃあまたねー。